ソウル特別市内の六6 3ビルは、韓国ソウル特別市営東北南寺島にある地上60階地下3階からなる超高層ビル。高さは地上249メートル。陽光に輝く様子からゴールデンタワーとも呼ばれる。大韓生命63ビルの名称で1980年に着工。設計はアメリカのスキットマー・オーウィングズ・メギルによる。 1985年に完成し、それまで8年間アジア一高いビルであった日本のサンシャイン60を抜き、1986年にシンガポールに呼ぶセンターが完成するまで数ヶ月間、アジア一高いビルとなった。2002年に大韓生命保険が韓国火薬グループに買収され、63ビルもハンファグループの所有になった。ビル全体が金色に見えるのが、 外観の特徴である。長らく、韓国一位の高さを誇っていたが、2000年代以降、サムスンタワーパレスジームネット軌道ハイペリオンをはじめと、する超高層ビルの建設ラッシュが起こり、2017年には、ロッテワールドタワーが竣工し、こちらが現時点における、韓国一高い建造物となった。さらに、韓国国内では高さ600メートル級の、 超高層ビル計画が複数進められているため、韓国切手の超高層ビルという地位は昔のものとなりつつある。サイの楽曲、ライトナウの曲中に歌手としても登場する。ソウル市内を一望できる展望台、63、スカイデックのほか地下に水族館、立体映像が見られるアイマックスシアター、フードコートなどがある。2015年、 ハンファグループがソウル市内の新規免税店事業者に選ばれ、ビル内にギャラリアメン税店63をオープンさせた。6 3ーワールドは1985年7月27日、開館した63ビルにある大型水族館である。総面積1078坪の施設内に400種類、約2万匹の海洋生物を保有している。ペンギン、 ピラニア、ウツボ、カワウソ、マツカサウオ、ワニなどがいる。またタチウオの白製なども展示してある。約秒速54メートルの速さを持つ三菱製エレベーターがあり、地下1階から地上60階まで運行されている。ちなみにこのエレベーターは民間人に公開利用される韓国のエレベーターのうち最も速いものである。反話の大艦生命買収が確定朝鮮日報。 2002年9月23日、ありがとうございます。